いらっしゃいますね。おお、車高が下がってる。おお、この仕様は。お疲れ様でーす。いえ、こちらこそ。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。BMW 仲間じゃないですか。そうです。あ、だいぶ車高下がりましたね。結構全下げで。全下げで。全下げですね。どうですか、乗り心地的には。あ、全然いいです。本当ですか。本当ですか。まあ、ノーマルと比べたら、もちろん若干硬くなってるんですけど、はい、ST ってやつ。はいはいはい。これがいいらしくて。これ、あの、見てました。あ、そうですか。はい、見てました、見てました。はい、手頃な値段 で、はい、で乗り心地もいいってことで、はい、あのおすすめなんでっていうことで。ピンキリで安いのもあるじゃないですか。あ、そうですね、うん、10万切ってるのもありますけど、はい、それだったらダメらしいんで、はい、まあまあそうですよね。シムケンさんプロデュースで間違いないよっていうこと。なるほど、なるほど。乗り心地もいいらしいって、もう肌から切ってるんで、はい、じゃあそれにしますっていう。いいですね。それちゃんとストロークをある程度確保した状態で。そうなんですね。これも全然車高が先。あ、本当だ、本当だ。ガチガチじゃないんですよ、はい、嫌な感じ全然しないです。本当ですか、はい、走りやすくなったかもしれないですね。そうですね、うん、まだ高速乗ってまっすぐしか走ってないですけど、はい、インター降りる時のカーブ数ありますね、ありますね。あそこちょっと攻めてみたんです、はい、軽く、はいはい、すごく良かったです、すごく良かったです。あ、本当ですか。ノーマルよりやっぱりロールする感じがないみたいな。全くないです。あ、マジですか。駆け抜ける喜びが突き抜ける喜びに変わっちゃってないですか。あと5ミリぐらい外出したいんですけど、はい、ギリ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 いけるらしいです。面合わせ的な感じでいきたいっていう。あ、5ミリか、やばいな。これはかわすぐらいの、はい、ですね。やばいな、これは。ついにやっと気持ちが一段落したというか。そうですね、ノーマルの車高でこのアルミの状態でも3週間ぐらい乗ったんですけど、はい、それでも十分楽しめたんで、うん、それとのギャップ比較できたんでよかったです。そうですよね、一気にやっちゃうともうガツンと変わっちゃうんで、そうなんですね、うん、やべえ、結構前とかもいい具合に下がってますよね。そうですね、前はちょっとスペーサーかましたんですね、8ミリ。なるほど。スピード出してるとき、例えば高速道路とかでブレーキ踏んだときに、ええ、ハンドルブレーキとか大丈夫だったんですか。全く大丈夫です。あ、本当ですか、ええ、うわ、すごいですね。結構タイヤも太いんですけど、うん、はい、全然あのわだちとかでもハンドル取られないですね。あ、でもそれはやっぱこの車がやっぱ元々ポテンシャルが高いからだと思います。アルミのちょっと純正チックなやつを選んだんで、はいはい。でちなみに高高さんも見てくれたと思うんですけど、ハエテ君のホイールも、ええ、これかっこいいですね。これM5 スタイル。M5 スタイル。あれいいな、かっこいいなと思って。すげえスポーティーですよね。そうなんですよ。スポークのこのカーブのこの感じが好きなんですよ。そうなんですよ。で、この曲線美、やっぱ BMW やばいですね。そうですね。いいですね。かっこいいっす。ガーメタの部分がうまく入ってる感じが。そうですね。うん。この黒いボディにまた合うんですよね。合いますね。エアバルブのこのキャップ、ええ、うん、これとかが黒なのがたまたまめちゃめちゃあったんだなみたいな、ええ、うん、例えば高高さんのこのホイールとかだと、あ、BMW マークあったじゃないですか。小技を聞かせてます。いや、でもこういうことですよね。そうなんですよ、うん、あの見えないところ自己満なんですよ、これポイントで買ったんでタダなんですけど。ああ、そうだったんですね、ええ、ちょっと大きさが違う。あ、なるほどなるほど。ちょっと寄ってる感じあるですね。これでも角度とかなんですかね、ここの。そう、あのこれは回せるんですよ、位置を合わせたんですけど、うん、扉を全開開いたら前に BMW が向くようにとかいろいろ調節ができるようになってきます。あ、後ろの方が明るい。これでも車高が下がったから少しロゴがちっちゃく見えたとか。そうです、実際そうです。やっぱりライトが地面に近くなるから。そうですね、どうしても近いとやっぱりちっちゃくするんですね、うん、手に映して見る限りではロゴずれてないんで、多分角度とかな、ね、そうですね、ここの角度ですよね、うん、多分。でもこれ全然気にならないですよね。数千円でできる結構大きな違い。自分 T ポイントで買ってるんで、はい、ほとんど、はい、ああいいですね、うん、いいですね。お金かかってないです、こういうとこは。でも車好きってそうやって賢くね、自分の車を楽しむためには。そうなんです、うん、お金をかけずに。でもこれってすごく大きな違いですよね。そう、本当にインパクトでかいんで、うん、あ、でかい、どうどうとしてる、でかい、かっこいい、でかい、本当綺麗ですね。そう、なんか綺麗ですね。 LED のあれが質がいいんですよね、多分。助手席の方が白線の上に乗ってて、白線の上に乗っかると結構綺麗に、綺麗ですよね、うん、ああ、いいですね。530よりも320のちっちゃい車の方が大きくロゴが出る。ここだけ見えっぱりみたいです。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。でもこういうの楽しいところなんで、ね、結構車好きな人やってる方多いんで、やっぱり
自分も迷ったんですよ。最初スーパーカーでもないしなと思いながら、はいはいはい、普通の LED 入れたんですよ、はいはいはい、やっぱ影響されちゃったんですよ。新健さんもソミエさんも入れてます。そう入れてます。いやそうですよね。でこの前会った時に2人とも入れてたんですよ、はい、あやっぱ入れてきゃよかったなと思って速攻その日に注文しました。まあ、LED もね数千とはいえお金かかるんで、ね、ちょっと何百円か足せば買えたのにっていう。そうなんですよ。500円ぐらいしかかかんないんですよ、うん、買っときゃよかったなと思って。で結局やっぱ買っちゃったみたいな。夜のドライブがちょっと楽しくなる。楽しいですよね。アイテムなんですね。そうですよね。TX以来荒らせないです。あ本当ですか。今日は俺と早手くんで高高さんの車を車庫上入れた記念で洗うのお手伝いさせてもらいますんで。ありがとうございます。はい、3人で1台洗って。いやじゃあちょっと洗車場でも早く行きますか。行きましょう。はい。もしもし。高高です。新です。あ、3人で話せてますね。さあ、洗車場の方へ到着しました。 USA カーウォッシュ秋島24時間営業の洗車場です。ヒデさん、またまたお疲れ様です。お疲れ様です。今日は高高さんの車に車庫帳が入って、はい、今こういう状態になってるんで、ね、もういやらしいね、見たいって言ってたじゃないですか。そうなんですよ。ベタベタにしちゃって。下げはいいんですけど、これ当たらないですか、これ。あ、指一本あるんで、まあ、バップするとこういう風に入っていくんで、そうですね、うん、避けるは避けるんですけどね。高田さん、大人げない。だって大人げない人がいっぱいいるんですもん。そう、しかも年上にもいるっていう。代表ですね、代表が。乗り心地どうですか。乗り心地いいんですよ、また。あ、そうですね。後ろからのいかつさが。うん、増えればフロントあと1センチ落としたいですね。いや、これ実際はこれより 1.5 センチ一発目は落としたんですよ。取り付けた時に、はい、タイヤがね、ちょっと車庫灯に干渉しちゃったもんでスペーサーかましたんですよ、8ミリで逃がしてもらって、それでもうバッチリツラがあったんで、オフセットで少し調整できればいいなと思ったんですけど、もうホイールで決めていきましたもん、ね、そうです。後ろはもう被って、これもう前下げなんで。前下げ。でも後ろ前下げであの状態だと結構割とおとなしめでしたね。実際はもうちょっと本当は下げられないんですよ、はいはい、ラバーの、はい、そう、はい、あれ抜いちゃえばって言われたんですけど、うん、あ、やめてほしいです。それ抜いちゃえばって言ったのは誰ですか。まあ、一人しかいないです。自由な人ですか。自由な人ですね。自由だから大人げない大人が。そうですね。一番抜いちゃいけないような立場の人なんですけどね。そうです。だってあれですよね、だってホイールに車を合わせたんですよね、確かに。確かもうそこまでしちゃう人なんで、ホイール削っちゃうんですよね。下げるとやっぱまた全然印象変わりますね。ペアロで下げるよりかは、うん、この全体的な車高のバランスで下げた方が。やり方が2つあって、もエアロかけちゃうとリップスポイラーでまた下がっちゃうんで、エアロレスでやるっていう手法もあるんですけど、アメリカスタイルですよね。そういう意味でホイールこのチョイス良かったですね。そうですね、うん、車庫中いいっすね。あの車検の時も楽ですし。そうですね、乗り心地もいいっていうし。そう、ね、TX には間に合わなかったんで、はいはい、まあ、お疲れ様ということ で、ね、ちょっとみんなで手伝って車を洗おうという状態です。今日はのりさんからもらったファイバークロス、スポンジ、泡立ちスポンジ、そしてホイール用に、使ってみようと思います。 BMW なんでブレーキダストが多いじゃないですか。だから多分一発で終わっちゃうと思うんですけど、これを使ってみようと思います。みんなでやってみます。そして僕はカメラマンです。違うか、違うか。もうすぐに洗える準備ができるんですね。バケツ2つで了解しました。攻撃します。いいですね。10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
3、2、1スタート。そうですよ、短いですよ。簡単に言うと片側は1分半なんで、そういうことです。結構うまくやんないと。1、0。じゃあ吹き上げタオルを各所6枚設置したので拭いていこうと思います。今日はこれで磨きます。はい、洗車終わりました。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。イエーイ。それ高軸取るやつです。はい、何かなって。こっちが気になる。まるで飛び石みたいな。飛び石みたいな。あれって思って一瞬。わ、すげえ。3人並んで俺の左側を洗ってくれてる感じ。この絵やばいですね。ハヤテ君が洗ったのに俺がまた後から追っかける。ありがとうございます。ハヤテ君結構汚れ見落としてるんで。もっとスタンドバースするな。そうなんです。そうなんです。見落としの代表ですね。はい、見落としの代表入りました。レペゼン見落とし。めちゃダサい。そう、その辺がここね、一番汚れますよね。汚れますよね。まあ、エンブレムも細かく気になりますよね。こういうところ中の汚れって。そうなんですよ。結構くすみ汚れみたいなのができてて、割と綿棒大活躍みたいな。あ、それやってれば大丈夫です、ね。はい、もう綿棒の先にちょっとね、あのウエスつけて、はい、こうヘリをやると中が結構綺麗なんですね。うん、シャンプーが15、6分で終わるぜ。マジみんなでやると。俺の方の車を洗車しました。すいません、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。イエーイ。
ということで、高高さん、ラバーダックさん、ハヤテ君と4人で飯を食って先ほど解散したところです。本当にね、とても短い時間なんですけども、楽しい時間を過ごすことができました。車の話をしたり、たわいもない話をしたりね、こういう楽しい時間を過ごして、そしてまたそれぞれの背負う日々へ、それぞれの現実へ戻ってみたいと思います。